イグナルは東北弁で良くなるっていう意味で、この会社設立にあたって、この会社に携わる全ての人がより良く、なっていければという願いを込めて会社の名前にしました。3棟、1万平米坪数で3000坪になりますね。作物の種類は、夏場のミディアムトマトと、冬場にキュウリの栽培をローテーションでしていきます。今後の事業の展開では、いちごの栽培と観光施設というんですかね、それと、あと露地バターで長ネギなどの野菜も作っていこうかと。とりわけ私たち4人の集まりは若手っていうのが集まったので、意識的にはこの第一次生産がない町っていうのはどんどん廃れていったりとか、活気がなくなる、そういう寂しい町になっていくと思うんで、第一次産業、漁業者ももちろん含めの話で、若い人からこうもう一度立ち上がって、元気の活性のある活性化されたような町になっていきたいなという思いは強いですね。現状はまだちっちゃいと思ってるので、この3倍くらいになってやっと4人の役員が食っていけるかなじゃあ今はまだまだ。と。まだ復旧の、その震災を受けた時点よりは全然少ないので、個人個人持ってたのを合わせると。やっぱり 1年半昨日で迎えたわけなんですけども、まだまだ本当スタート切れない人もただいると思うんで、その人たちのこう支援というんですか、そういうものをこう忘れないでほしいっていうのは、復旧復興っていう形で立ち上がってるのも立ち上がれない人にも伝えていければなっていう思いはありますよね。知人農業っていうものを諦めかけたんですけども、社長の思いがどうしても仕事だけは取り戻したいと、家族はなくしたんですけども、その思いに賛同できたんですかね。強い思いがあったんで、東松島市から、立ち上がって頑張ってます。